休み貝塚ビーク、ヤスミ塚は愛知県田原市保備町麻生平城に所在する貝塚。休み貝塚貝塚は大きく3カ所に区分でき、山木製紙の工場建設に伴って滅出した A 区、残存部分のうち、東側を B 区、西側を C 区としている。山木製紙は1909年6月に機械、キート製造工場として創業を開始しており、 1917年、1927年の2度に、渡ってその規模を拡大し、1942年2月15日に、その役目を終えている。調査は、1905年、1909年、1922年、1950年、1963年、及び1965年、1965年、1976年、 および翌年の7度にわたって行われている。遺物として、縄文番紀から、弥生時代の土器が出土しており、また、人骨や貝類、哺乳類なども見つかっている。厚見半島は東西に長く、三河湾と太平洋に囲まれた地域である。実質的に、厚見半島は、西南日本を2分する中央構造線の外帯に、位置し、弓張り山地の延長線上にある。 厚見半島の地形は、標高328メートルの大山を最高峰と、四低遺産地、鉱石台地、中石地による地形である。休見海塚は、三河湾の奥に位置する福江湾内部の中石平野に面した鉱石台地上にある。当時、海塚地帯の岸前は、海岸線であったと考えられるが、現在では、目目田川が休見台地の東下を流れて、 福江湾に注ぎ込む。大正十一年、小金井義清、大仙武市は、柴田城へ八万の森北川百五十平方メートルを調査。埋葬人骨、河原家棺などを出土。調査位置、調査平面、土葬断図を示し遺跡を空間的に捉えようとした。騎馬製耳飾り、石管、土偶など、特徴的なものを出土。八万の森、シ海塚を調査。 耳輪をつけた子供との合奏の新転送などを出土。土地の開発が進み休み貝塚受難の時代。工場用地拡大、豊川用水工事のための調査。愛知県教育委員会から委託された南山大の小林とらが調査。八幡の森の南側と現在福祉施設の駐車場となっている市貝塚北東を調査。他の地点の貝塚に比べ、 晩期前用の土器が多い。平成21年民間開発に伴う、調査上門時代晩期後半の埋葬人骨や埋葬剣が発見。初めて階層の詳細な調査が行われた。平成22年民間開発に伴う調査、北陸地方に多い環状を牧中列が、東海地方発発見された。本遺跡の出土品は瓦家が最も多く、 特起すべき点は、縄文時代後期紅葉から、晩期の異形島土器が出土していることである。土器以外の主な出土品は、土偶、石器、骨格器、海製品である。ありがとうございます。